皆さん、今の伊藤さん、宮沢さん、横井君は生命科学科4年生学科に、所属していた、あるいはかつて所属していて、今就職して大学院ですね。それから、松本さんと小関さんは薬学科の方のご出身、6年生で薬剤師も持って、小関先生の場合には当時じゃなくて、今薬剤師として持たれて、今薬剤師で勤務されているということなんですけども、それぞれの学科で、相手が羨ましいなとか、あるいは、生命科学の方は薬剤師の受験資格がないんですけれども、そういったことに対して、不安に思ったり、思ったことがあるかどうかっていうのを少し話してもらいましょう。伊藤さん、どうでしょう。はい。そうですね。4年生と6年生の違いなんですけども、主に3年生までは同じようなカリキュラムで進むんですけども、4年生については、4年生の時点から研究がメインになってくるかなと。で、6年生の方については、病院実習など、そういったカリキュラムが設けられているので、現場に割く時間が多くなる傾向があるかなと思います。ただ、4年生も6年生も配属される研究室に縛りがないので、6年生の方で研究をどうしてもやりたいっていう方は、研究メインの研究室に配属されることも可能ですので、4年生に入ったから、薬剤師になれないとか、6年生になったから研究ができないっていう心配はないかなと思います。はい、ありがとうございます。では、宮沢さん、どうでしょう。6年生と4年生というところで、もちろん6年生に行けば、薬剤師免許を取得できますし、4年生の方だったら、研究に集中できるというところで、そこは自分の将来といいますか、どういうところで、活躍したいかっていうところに合わせて6年生、4年生っていうのは選べばいいかなというふうには思うんですけれども、どちらの学科に進んでも、薬に携わるものとしての、最低限の知識ですとか、スキルとか、マインドといったものは、基本的な部分っていうのは大きく変わらないので、そこはどっちに進んでも、学ぶことができるかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃあ次、横井君。4年生とですね、6年生は、もちろん免許が取れるか取れないかっていうのが、大きな違いなのかなと皆さん思っていると思うんですけれども、非常に考え方にも違いというか、個性が豊かだなと思っているところありまして、4年生の学生は、どちらかというとやっぱり研究志向が強い。で、6年生はやはり薬剤師免許を取得するので、そちらの方の、考え方が強いのかなというふうに私自身感じておりまして、ただその違いっていうのが非常にいろんなアイディアとかを生み出すのに非常にいいなというふうに感じております。その異なる全然違ったアイディアとかを、コミュニケーションとかで、知るまたは伝えれるということで、そこから新しいアイディアというものが生まれたりするので、私はその学科2つ分かれていることっていうのは、いいことだなというふうに思っています。はい、松本さん、どうでしょう。私は薬学科にいたんですけど、何よりもその6年生の一番難関のハードルって国家試験合格なんですね。で、その最難関のハードルを仲間と一緒に乗り越えたっていうその時間と経験っていうのは、今考えればすごい今自分の自信につながっているなというのは振り返って思いました。それと、やっぱり6年生は5年時に病院実習や局実習があるんですね。その時に実際に患者さんに対して自分のある知識っていうのを言ったことによって、患者さんからありがとうって言葉をいただいたとか、そう、患者さんとの触れ合いっていうことを経験して、実際に医療現場をイメージしやすくなりましたし、もっと知識深めたいなっていうふうなモチベーションもつながったので、6年生で私は良かったなというふうに思っております。以上です。尾関先生は両方の学科の学生を見られて、どうでしょう、どんな印象でしょう。はい、そうですね。
私の研究、前の研究室にも、生命創薬の学生と薬学科の学生と両方おりましたが、やはりその特にこう違いってあるわけではなくて、その研究室の持っているテーマに対してお互いに協力して研究をしているという感じでした。で、私自身は4年生の時の卒業生なんですけれども、6年生になったことでやはりその臨床の教育期間が伸びたので、より中身が充実しているということと、あとあれコミュニケーションの教育ですかね。あんまり昔は多分調剤がメインというふうに考えられていた部分はあったかと思うんですが、今はやはりその大学の授業とか実習の中でも患者さんとのお話どういうふうにしていくのがいいかっていうのがすごく重要視されているので、そういったことも行いますので、卒業した後即戦力として病院や薬局で勤務できるということがあります。一方4年生の学科に生命創薬学科の方に進学していただくと、先ほどもお話に出ましたが、やはりその薬に携わるものとしてその倫理とか、あとその人体の代謝ですとか、そういった教育に対して充実しているので、やはり他の生物系とか、あとは何ですか、有機化学系のその学部に行かれるよりも薬学の学部に行かれた方が、将来薬学の研究に興味を持たれているんでしたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、皆さんから後輩とか高校生、それから高校生の親御さんに何かメッセージをください。はい、私からのメッセージとしましては、先ほど松本さんがおっしゃっていたように、理科大は程よく忙しい、実力主義由来、ゆえにいろいろ勉強の量が大変だったりします。また修士まで行かれる方については、研究なども大変な時期は、ございます。だけども私自身そういった大変な時期はあったんですけども、周囲の同期だったり先輩後輩、仲間と共に、それらを乗り越えてきたなと振り返っております。で、この理科大内で培った知識やまた経験というのは今の自分にもつながることが非常に多いので、この東京理科大学を卒業してよかったなと振り返っております。はい。なのでおすすめです。はい。宮沢さんどうでしょう。はい。今、大学受験を控えている、もしくは準備をしている高校生の方々に向けてになるかなと思うんですけれども、大学生活って4年間あって、長いように見えて、実は結構短くて、で、かつ、なんていうんですかね、自由度が高いんですよね。自由に使える時間が多いというか、なので、そうすると、大学に入ってから自分で考えて、自分がやりたいことを、きちんとやるっていうような自主性っていうところがすごく大事になってくるかなと個人的には思ってます。で、その意味で言うと、これまでのお話でもたくさん出てますように、理科大っていうのは例えば勉強だったら、やりたいって思ったらそれを思う存分やるような環境があるし、で、サークル自体も活動が非常に活発なので、サークルに打ち込みたいと思ったらそれに打ち込むような環境もあるということで、自分のやる気次第でいくらでも充実した学生生活に、することができるというような魅力がありますので、ぜひそういったモチベーションのある方は東京理科大学っていうのを入学の一つの選択肢としていただければなというふうに思っております。以上です。じゃあ次、横井君お願いします。はい、そうですね、私からのメッセージとしましては、非常に他の皆さんおっしゃっているように、理科大は実力主義で、やりたいことがあればそれを実際にできるような環境が、かなり整っていると思います。私自身も、入学した時と、この大学の学部生を卒業した時を比べてみて、非常にいろいろな面で成長できたなというふうに感じております。特に
本日のテーマでもありますけれども、留学経験、国際経験っていうのができたのも、やはり学部での経験が非常に生きているなというふうに感じております。なので、そうですね、やりたいことがここまでできて、非常に自分が成長できるっていう大学は、東京理科大学の一つの魅力であるなと感じておりますので、ぜひ皆さん興味を持っていただけますと嬉しいです。はい、ありがとうございます。次は松本さん、どうでしょうか。お願いします。はい、私からはぜひその大学生活って本当に何をしても失敗しても何でも許されるので、自分の殻を破って自分のやりたいっていうのをに向かって本当に一生懸命突き進んでほしいなっていうのも思います。と、理科大ってやっぱ忙しいので自分一人で本当に大変です。なので友達とか先輩とか先生とか親とか、本当にいろんな人に頼ってもいいので、いろんな人と協力し合って、いろんな困難を乗り越えていただけたらなと思います。そういうことと、とりあえず、例えば試験とかは本当に一人じゃ多分乗り切れないと思うので、友達同士で教え合って知識を深めて、それ乗り越えたりとかすることで、お互いの身にもなりますし、どんな試験でもパスできるし、逆にその一緒に勉強したっていうのが、いい友情関係の構築にもつながりますので、本当にいろんな人とコミュニケーションとって、いろんな人と一緒にいろんなことを乗り越えてほしいです。頼るっていうのがすごい大事だなっていうのを私は思っています。以上です。はい、我々のサイドとしてあまり大変だ大変だ言ってもらいたくないんですけいい意味で大変です。とてもいい意味です。尾関先生、どうでしょう。はい。私が思うにですね、理科大の特徴の一つとして、縦割り制度というのがありまして、担任の先生がいるんです。担任の先生って言い方がいいのかな。各学年でこう、出席番号順に何人かずつで、一つのグループになっていて、それで集まりをして、先輩にいろんなことを教えてもらったりとか、先輩も後輩と話をしたりっていうのがあって、その本場でやっぱり、先輩後輩の絆とか横のつながりとかもできたなっていうのが、今すごく皆さんの話聞いてて 思い出されました。で、その時の人とも今でもつながりがありますし、やはり私はその、今の職業が薬剤師をメインにやってるので、臨床の話が多かったんですけども、臨床だけではなくて、やはり理科大に入っていろいろと勉強されてから、やはり企業の開発に行きたいなとか、行政に行きたいなとか、ドラッグストアの薬剤師ももちろん重要な立場なので、そういうのやりたいなとか、いろんな道が開けていると思うんですね。で、何かやはり興味持たれたら、理科大に入っていただいて、道を見つけていただくというのもいいですし、やはり各界で活躍されている方がとても多くいらっしゃいますので、何か自分がやりたいなと思った時に、すごく先輩の意見を聞けるっていうのも大きな魅力だと思います。ですので、ぜひ理科大を選んでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。薬剤師として勤務されていて、留学経験もされて、それで今、大学病院で業務されてますよね。はい。外国とのそういう経験、あるいはそういう、関係というのは、あるいは情報というのは、どういう形でその外国との関係は今ありますか？そうですね。私の場合は、自分が行っていた研究を海外でもやっていたので、ヒューストン大学の教授にすごくアドバイスをもらっていたんですね。で、その成果を、アメリカ心臓学会っていう学会で、じゃあコロナじゃなければシカゴで発表する機会があったんですけれど、その際にアブストラクトと小録を見ていただいたりですとか、協力いただいていて、今もそれを今論文化しようとしていて、それに対してもメールでですけども、やり取りをしております。そういう状況ですかね。でも本当にさっきちょっとお伝えし忘れちゃったんですけど、コミュニケーションをすごく大事にされていて、ヒューストン大学がもう日本人が誰もいなくて もう英語を話すしかないみたいな環境で、私本当に英語苦手なんですけど、なんとか頑張ってこう意思を伝えて、で、みんなもすごく気を使って、きなんじゃあの気にかけてくれて、困ってることないとか、お腹壊した時にこの薬がいいんじゃないというようなおすすめをしてくれたりとかで、その時の本当に
中身の濃い2ヶ月間で、その時にメールアドレスとかも交換して、今も関係性が続いているような状況です。そうすると、まあ業務、今の仕事も結局は外国で発表したり、はい。論文したり、学会で発表したりするのには、やはりその英語で書くことっていうのはどうしても必要になるっていうことなんでしょうかね。はい、そうですね。論文も英語で今書いてますので、それも本当に快く見てくださるということなので、一緒に書い、執筆していただいてます。で、やっぱ海外の研究者の、あとやっぱり視点が違うと言いますか、私はその抗凝固薬の安全性、その日本人ってやっぱ出血とかリスクの方を注目しがちなんですけど、アメリカ人からすると、それ効果はどうなのって言っても、必ず効果とべ、あの、リスクということで、その両方の視点が必要だし、まあ、保険制度も違うし、採用している薬が違うので、日本はもう皆保険でどの薬でも選び放題なんですけど、アメリカは保険の関係もあるし、採用している薬も違って、これは使ったことがないけどっていうことで、その国の違いでのディスカッションもすごく興味深いですし、アイデアをいろいろといただいております。なので研究には、はい、重要だと思います。それはでもアメリカだけじゃなくて、さっきのマレーシアもそうあ、だそうですね、もちろん、そうですね。ね。マレーシアの先生にも、はい。後輩や高校生に対して。そうですね。私からの、まあ、後輩や、高校生に向けてのメッセージなんですけども、まあ、今のコロナの状況がありまして、まあ、密集や密接、密閉といったこの3密というのは、まあ、避けるべき事項なんですけども、まあ、この理科大を乗り切るため、また研究者として、また社会人として、まあ、理科大から羽ばたくためにも、まあ、教員の皆様でしたり、まあ、先輩、後輩、同期の皆様と緊密、綿密、親密、この新しい3密を大事にしまして、研究や試験などを乗り切っていただければ、まあ、何も心配なく理科大から羽ばたけると思いますので、どうかこの新しい3密を意識して、まあ、取り組んでいただけれたらなと思います。